What's up guys? 今日はね、エクスターミネーションモードをガチでやろうと思って、まあ前からガチでやってるんだけど、ステージ3がなかなかね、プラチナ取れなくてね。で、思いついた組み合わせが、これよ。これはステラーなんて、ステラーなんとか。どの尺使ってるあ、ステイスステラー。ステイスステラーに聞きにアドバイスをもらって、彼は本当この全部ディケイでやってるんだよ。このエレバスかな。こういう感じの。俺はちょっとこれ改良を加えてんだけど、なんでかっていうと、ちょっと俺の携帯はちょっとね、センシティブすぎてね、偏差打ちできないのよ。やってもなんか、途中で握り直した時にもうすぐそれが溶けちゃうから、あえてこうやってね、ちょっとリロード時間の違う武器を組み合わせて、押しっぱでもいけるようにしてたのね。で、それをちょっと応用して、この組み合わせ結構おすすめなんだけど、レーザー武器を左右に2つで真ん中にディケイ1個でリディーマーをさらに1個、これでかなり偏差打ちと同じようなことができる。かつザコクモはレーザーで一瞬で蒸発するので、で悩んだのはセラフなんだけど、ところでさ、セラフってさ、ステルスがなんつうの通じない時あるよね。要はさ、変な電磁武器みたいなのバーって出すじゃん。あれさ、ステルスの相手にもなんか当たんない？ステルス能力とかさ、クアンタムレーダーとか装備してなくてもなんか当たるバグあるよね。あれいつ修正されるの？あれ困るんだけど、ステルス使う人になってはさ、ロキでやってると結構やられるんだよね、あれで。まあとりあえずこれは、まあ正直セラフはもうね、エクスターミネーション要因となった。俺の空軍爆撃隊からはちょっとね弱くてダメで、これが結構使えるの。実はね、ミノスとか出さなくてもこれでも結構いけたりするんだよ。で、これね、今回ね、スパーク使ってる。なんでかっていうと、昨日からスパーク強くなったでしょ。 20% アップかなんかで、ね、結構いいんだよこれ。で、さらにパイロット、このワイドボディの黒人の人、強そうだなこいつこれ敵を倒すたびにアビリティがチャージされてくっていうね素晴らしい能力を持ち主なので、でアビリティがさ、ミノスの突撃みたいな効果を持ってるから、実はミノスって使わないでこれだけでプラチナやることも可能。実際5回中3回はタイタン呼ばなくてこれだけでプラチナになったことがある。1戦目がで、アドバイスが、マグネッターでやると楽だということで、マグネッターダゴンにつけて、見て、この全部マックス。で、1個だけ、ニートル。なんでかっていうと、リロードしてる時に近づかれたらちょっと困るから、その時にブスッと刺すと。これで行ってみよう。行ってみよう。
いけた。おお。意外と力押しでなんとかなったな。まあじゃあ今日はこれにおまけ動画をつけて終わり。じゃあね、バイバイ。なんかロキマニアみたいな。これまた、この人また違うロキ持ってたね。並んでこう、戦場を眺める。いいね。ドローンがディスカスか。なんでディスカスなんだ？並んでる図を見た。ん？なんか、もう一体来たぞ。まさかあれもまさかロキなのか。ロキ3体並ぶ感じかな。俺この白いロキ、自分以外のやつ初めて見たけどさ、これ正面から見たら全然可愛くないね。マジで。いや、可愛くないな、これ。これ手放そっかな。手放したら緑のノーマルロキ、青のエイリアンロキ、で、アルデントロキ、5種類揃えられるよね。可愛くねこれマジで。これマジ可愛くねこれ。こんな面してたのこれ。なんか、エイかなんかじゃん、これ。エイだよ、エイ。これ、キモい。ダメだ。というわけでね、このロキ軍団の編成を変える必要があるな。当初の予定では、白、黒、エイリアンブルー、このクリスマスカラー、で、ラスティ、これで、5つでしょ？あ、プラス白で5つだったんだけど、ちょっとこれね、なんだっけ、ネットで一回ミームになったぶっさこみ抜けるわ、みたいな感じの見た目してんだよね。俺、あんなブサイクだと思わなかったの。これきついわ。